ハワード・ショアは、主にアメリカ映画の映画音楽を手掛けるカナダ出身の音楽家、作曲家。オンタリオ州トロントにて、ユダヤ系の家系に生まれる。1969年から1972年まで、バークリー音楽大学に在籍する。同じカナダの映画監督、デビッド・クローネンバーグの作品で頭角を現し、スキャナーズ以降のクローネンバーグ作品の映画音楽に、ほぼすべて起用されている。ロード・オブ・ザ・リングでアカデミー作曲賞を、同シリーズの王の帰還では、作曲賞と歌曲賞を受賞した。また、グラミー賞では4つの賞を受賞する。裸のランチに関係してのライブで初来日した。2004年には、ロード・オブ・ザ・リング・シンフォニーの指揮者として2度目の来日を果たす。ロード・オブ・ザ・リングの監督ピーター・ジャクソンの次の作品であるキング・コングの作曲も担当していたが、映画公開2ヶ月前に突然降板した。理由は、この映画のスコアに対するジャクソンとの方向性の違いということになっている。デッドゾーンを除く。ありがとうございます。